田中鈴木おお、え、スタート。おお、兄様に出たいセガインタラクティブの宣伝担当カリスマ宇野、彼に今足りないものとは、そう、ギターであった。このコーナーは48歳のサラリーマンがゲーム情報をお知らせする一方、ゼロからギターを極めるその一部始終でもある。いや、一方じゃないやろ、メインやから情報をお伝えすんのが。これ一方ばっかり先走ってる。今のちょっとナレーションあの子ちゃうの？あの声優の学校の宇野さんと戦ってた、ソリが合わへんかった子ちゃうの？何でも頼むなっちゅうの。どう思ってんの宇野？あれ、これ何のチャンネルやこれ？何を紹介する番組やねんこれ。急にお前最新のお前音楽情報番組ちゃうでこれ。何やこれ、腹立つわ。まだいてない、なんでいてないの？え、あ、先にインスタか、それを見とけと。いや、もう俺の負担多すぎるやんこれもう。わかりました、じゃあちょっと宇野さんのインスタ見てみましょう皆さんね、はい、どうぞ。あ、これん、あ、なんか、あ、そうかそうかそうか、いろいろ買いに行ってんねや。なんでモノクロにする必要あんねん、腹立つわ。これ前回か。なんやこれ、ん、なんか選んでるやん、これなんや、ん、チューナーとか、ん、しゃ、あ、あ、動画や動画。いや、分からんのに触んなよ。いやいや、もう何やろ、俺にはマカデミアナッツ触ってるにしか見えへんけど。何やこれ、ギター、あ、アンプか、ハッシュタグアンプ。何やねハッシュタグアンプ。あ、何これ、ピック、あ、ハッシュタグピック。いやいや、なんなんこれ。これほんでムービーにする意味ある、これ。手元しか動いてないやん。これなんやねん、貝殻拾ってる風しか見えへんわ。え、あ、あんねや、ピックが。すげえ、いやいやいや、上の杉蔵ピックってあかんやろそれ。前回の杉蔵さんで会ったことないでこれ。あ、いいね、多いね。あ、こういう方が、もうでもこれは完全に杉蔵さんのおかげやな。何やねん、ふざけんなよ。今フォロワーどうなってんの？あ、ちょっと増えてんな。もう60人行ったり来たりやね。あ、ほんで60人フォロー中、フォローしてんの？フォローしてんの？すげえな。ああ、わかりました。まあね。こういう形で、もう一応、そういう風に、この前、ちょまるさんに言われたやつを、こう、まあ、提供ね。ああ、イケベ、楽器店さんね、ありがとうございます。はーい。すごいな。で、ちゃんとそういうのを買いに行ったってことね。わかりました！ということで、じゃあ準備ができたそうなんで、登場してもらいましょう。どうぞー！お！腹立つ。おお。ABM 宣伝担当、セガインタラクティブのカリスマ宇野です。よろしくお願いします。
おい、自分の車幅分かってないやガチコーン、ごめんなさい、河合にガチコーン当たっとるから、大丈夫か、訴えてもええぞ、訴えてもええぞ。ちょっと弾けるようになったの、ちょっと頑張りましたよ。腹立つ。さえさえ、何や今これは、何を、何のコード、これ、これは A です、 A。 腹立つわ。え、APM の A、 APM の A、 APM の A、 じゃあ次 P、 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 P はどれや、あ、 P、 はい、 P、 はい、大体 P、 P、 あ、 P あんのね、はい、せよ、 P、 C で勘弁してくださいちょっと聞いた今の、 C で勘弁してくださいこれ今 C、 C、 A、 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 そんな見てて演奏できるか、そんな見てて、そんな見てて演奏できるか、空でできるんだとかというか、あかんでしょ、はい、はい、やらへんがな、すごいね、合ってるのって言うてるけど、合ってるんですか何ここのエヴァンゲリオンみたいな見てんねん、これ中な中な中な、からこれ音が出るんで、音出るかどうかね、合ってる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 、違うカーナビで旅行中かあーってなってる。え、 A と C だけじゃ無理なんですか今。今ちょっと。A と C でなんか曲ないですか。ちょっとさっき覚えた。こういうの覚えました。ああ、ちょっと。いや、なんやねん。何の曲やねん。いや、名人に教えてもらえたんです。いや、だからそれだからコードで、コード進行やから歌があるでしょ。じゃん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 、オレおっさん、ほぼ口じゃみせやな、じゃん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 、オレ違うやろ、じゃん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 やろ、あ、なるほど、そういうことやで、オレやでから、いやいやいや速攻で牛に引き殺されるあとこんなの覚えました、こんなの何覚えたなんかチャック開けすぎて壊れたみたいなチャックやりすぎてわーって鳴ったみたいな音でしたけどね、他は他はあほんま珍しいよ、次早く次行ってっていうのは聞いたことあるけど、もういいっていうあのディレクターからの次行けはなかなかないで、もうええねんて、これが限界ですよ今日はそうね、もう、はい、まあまあまあちょっとずつ進化していってくださいよ、はい、もっと弾いて言うてるけど、でもほらメインは違うからね、はい、あくまでもAPM の最新情報をお伝えするコーナーですから、じゃあそれ行きましょう、はい、はい、では僕にギターの世界を教えてくれたルナシーの杉戸さんに捧げます、会ったことないやろおおお、 APM 最新情報顔隠れとるやろはい、イニシャル D0 に高橋名人と川端咲希さんが参戦ゲームモード内に現れるチーム電人ゲッチャーを倒せ、条件クリアでアイテムがもらえます、10月23日までなのでお急ぎください、次お願いします走り屋交流会、10月29日はピンクパンサーつくば未来店、11月19日はラウンド1府中本町駅前店、参加お待ちしております、次お願いします、はい、いよいよ今週末、東方震災2017チャンピオンズカーニバル、10月21日22日の2日開催、東京ビッグサイト TFT ホールで入場無料です、次お願いします、
APM からもおなじみの格闘ゲーム6タイトルが出展となっております。そんなに、はい、加えて、はい、西キングにイニシャル D0、最近このコーナーで取り扱っているブレードストレンジャーズの最新バージョンも遊べる予定。プログラム等の詳細は公式ホームページご確認ください。お願いします。アークシステムワークス社が例年開催のハロウィンイベントを、今年も世界池袋ギーゴで開催します。おー、かわいいね。このアークシステムワークスハロウィンパーティー2017、開催日は28日29日の2日。イベント内容は、レディース大会、コスプレイヤー限定大会、大同キャラクター交流会などです。さらに会場では各タイトル実施日に合わせたお面などのノベルティを配布しております。また、もちろん物販もあり、新グッズはすべて新規書き下ろしイラストです。また、大会の様子はインターネット放送を実施しますので、会場に来れない方はこちらをご覧ください。詳細はイベント公式ホームページをご確認願います。うん、今週は以上です。はい、ということですね。こんな風に見たへんから。これ中国の楽器やから、この持ち方。すいません、すいません。ターンターンターンの方やから。ということで、はい、どうですか、やってみて。ギターはやっぱやってると面白くなりますね、これ。なかなか。すごいね、これで弾ける。まあでも宇野さん手大きいからね。もうあのそういう意味で言うとコードは抑えやすいかもしれないね。なんかもうインオンインオンインとかできるんですか。あのなんかこういうやつあるじゃないですか。走ってみよう。あでもあれがないんか、あの棒みたいなのがついて。あないですね。これもう一回弾いて。これ何、これなんですか。これ何ですか。これスイッチ。え、スイッチ。あこれスイッチか。弾いてみて、弾いてみて。入ったまんまやないかい。スイッチ喋るかい。これ何すか。これ知らんのか。何すか。多分満足みたいに言うんだよ。もうええわ。はい、ということで今日もですね、APM の最新情報をお届けしました。宇野さん頑張ってね。ありがとうございます。めちゃめちゃやもう。仙台冒険レベルを上げて